第八レース一着となりました。京都の佐野梅和選手だわ。一着おめでとうございますわ。ありがとうございます。前場所も最終日一着と、最近一着を増えて復調の兆しではないんですの。そうですね。ちょっとここ二三ヶ月調子悪いんですけど。またあの来季向けて調子上げていきたいと思います。うん そのきっかけにも、この一着がね、また続いていくとよろしいですわね。そうですね。あの一着が何よりも。薬だと思います、うんうん。さあ、今日のレース振り返って丹波選手の番手いかがだったかしら。え、もうあの、丹波君の頑張りにつけると思います。はい。選考はかかってたかしら。そうですね。もう今日もちょっと重たいと思ったんですけど。前がよく頑張ったと思います。はい。四コーナー回ってきた時はいかがだったかしら。 えー、長かったですね、<laughs> ちょっとここまで距離、あの自分、風を受けて、最近走ってないんで、うんうん、そうですねあの、練習になりましたさあ、この2走して、また明日もここでお待ちしてよろしいかしら、はいあの1着取るように頑張ります皆様、大きな拍手をお願いいたしますは、明日もこちらに来てくださるとのことよ。 さあ、佐野選手はね今回さ親子だかということでですねご家族にメッセージいただいてるんですけれども佐野選手弟様もね選手でいらっしゃいますわねえあの h i r o z u k 昨日まで苦め走ってたと思うんですけど、えーえー、見てましたでは弟様にあちらのカメラにメッセージをお願いいたしますわ h i r o z u k 頑張るよあの兄ちゃんも頑張ります <laughs> いいですね兄弟 きっとひろつく選手もねお兄ちゃまからメッセージに改めてもらうってあんまないと思うんでねきっと喜んでると思いますわでは明日もお待ちしたいと思います大きな拍手をお願いいたしますわ佐野目和選手でしたわ